今度の練習スニーカースキーのバスケットマンです。この辺がインニュアファイス。はい、ということで決まっていきましょう。今日も始まりましたバスケットマンのスニーカーと NBA ポン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 パーン。うってことでですね、今日はですね、持っているジョーダン一気に全部紹介ということで行ってみたいと思います。レッツアティポ。はい、今日全部紹介するジョーダンは、そう、ジョーダン3イエーイってことなんですけども、ジョーダン3ですね、昔は結構持ってたんですけども、まあちょっと売っちゃいましたね。だからちょっとかなり少なくなっちゃったんですけども、まあちょっと紹介したいなと思います。でね、やっぱね、ジョーダン3もね、やっぱ欲しいのあるんすよ。なのでね、最後にね、僕がちょっと欲しいジョーダンはなかなかね、いい状態で残ってるのがないんですけども、お伝えしますので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。いってみましょう。まず最初のジョーダン3はこいつだ。はい、ってことなんですけども、あっ、はい、まあ、ジョーダン3の箱かっこいいですね。このエレファント柄ですね、いいですよね。で、箱もこんな、袋もね、こんな感じで。いや、ジョーダン3、僕はね、1の次の次ぐらいに好きですね。1、5、11と3が同じぐらいかな。ということで、まず一発目のジョーダンは、ジョーダン3、88! イエーイってことなんですけど、オリジナルカラー88、はい、2013年発売ジョーダン3ということなんですけども、この辺からですね、ジョーダン3の価格がおかし、あ、ジョーダン3じゃないですね、ジョーダン1の価格がおかしくなり始めました。2万4000円ぐらいしましたね、これは。で、かかとがジャンプマンじゃなくてナイキになってるんですね。このジョーダン3からあのかかとナイキが始まりましたね、確か。で、これでね、うわすげえ、やっとナイキ出た、かかとのやつみたいな感じで盛り上がりました。それでナイキ味しめました。もうここからかかとブームが始まっちゃうんですね。3、はい、88ということで、まあ1988年ですね、スラムダンクコンテストでフリースローラインからジャンプして、まあ、ダンクして、じゃあチャンピオンになりました時のこれ3ってことですね。で、もう一個ね、フリースローラインのやつなんですよ、ここに赤くなってるんですよ。あれもまあ若干惜しいけど、ここ一緒なんでね、まあこっちの方が僕はいいかなと思ってます。で、2013年にもかかわらず、もう9年じゃないですか、めちゃくちゃ元気ですね。ミッドソールもエアーも、はい、曇って、曇すごいな、光で曇ってないですよ。めちゃくちゃいいよ、ほらね、超いい、綺麗、うん、いやいいっすね。やっぱ2013年、ほんとね、1の時もそうですよ、3もめちゃくちゃ出てるんですよ。で、僕が欲しいのも2013年製なんですよね。はい、そして2個目のジョーダン3はこいつだ。はい、ってことで、これ一緒ですね、箱がね、セメント柄、あ、じゃあエレファント柄。はい、ってことで、はい、来ました、ジョーダン3ブラックエレファント。かっこいい、もうオーラが違う。そしてかかとナイキーみたいな、これ最近出て、最近、まあ最近3年4年ぐらいですね、ここ。いやー、いいですね。で、オリジナルカラーは実を言うとこの2つしか持ってなくて、まあファイヤーレッドとか、あとトゥルーブルーでしたっけ、まああの辺はちょっと僕はまあいいかなと思ったんですね。あのブラックエレファントとホワイトエレファント持ってれば僕はもういらないかなと思ってますね。だからここはもう集めないですね。めちゃくちゃいいじゃないですか。超かっこいいっすね。やっぱ3。この4分の3カットということですね。ここのことですね。で、ここからジャンプマンが始まりになら、ビジブルエアーみたいなことですね。見えるエアーね。いや、完璧なシルエットフォルムですね、これは。超かっこいいじゃないですか。このジャンプマンのデザイナーがね、アディダスのこの3本で一緒みたいなね。すごいですよね。素晴らしいですね。いや、かっこいいな。ジョーダン3もなんかちょっと、ね、なんかいいのが出たら欲しいんだけどね、なかなか最近はね、ちょっとジョーダンも手詰まってますよね。そしてそしてそして、もう一個のジョーダンはこいつ。はい、ってことで、もうね、分かっちゃいますね、これがあるだけで。もうティンカーハットフィールドモデルですね。はい、開けてみたいと思います。ということで、あ、さすが、いいですね。はい、来ました、ジョーダン3ティンカーハットフィールド、まあ、一番最初のやつですね。で、かかとナイキで、まあね、これはね、ちょっと欲しかったですね。まあ、ジョーダン3の発売前の、まあ、デザイン画で上がってたジョーダン3ってことで、ナイキがね、ここにも入ってるんですけども、あとはほとんど一緒っすね、この辺とかも。まあ、比べてみたら分かると思うんです。さっきの、88とちょっと比べてみましょうか。ね。そしたら多分分かりやすいと思うんですけど、ちょっとしまっちゃったらやべえな。よいしょ。よいしょ。うん。ほぼほぼ、一緒っすね。まあ、ここが赤いのと、うん、あ、ちょっと、まあ、ちょっとカラーリングが違うかな、ここの灰色の感じとね、うん、白いと、うん、
いやでもやっぱかっこいいっすね。 LINE があるあってもなくても超かっこいいじゃないですか。で、ティンカーのサインがね、ここに入ってたりとかして、こっちはね、で、インソールにも入ってたりとかして、見えるかな、インソールのこうこうかな、こうこう入ってたりとかしてて、まあこれはね、欲しかったですね。争奪戦でしたね。僕はね、1回目買えなくて2回目で買いましたね。で、2回目に出るなんてみんな分かってないから、2回目は全然なんか売れ残ってたような記憶があるな。めちゃくちゃかっこいいのこのね、作りすぎのこのデザインがね。はい、ということで次の4足目なんですけど、ないってことなんですね。3足しもたら、いや少なビビりますね。なんだティンカートリルド、あと持ってた黒のやつと白赤とか持ってたんですけど、売っちゃいまして、あとファイブラブスリーも売っちゃってなくなって、あったらまあ6足ぐらいあったんですけど、スリー今3足しかないですね。でもね、もうでも外せない3足なので、まあ、ちょっと満足してますね。ここでですね、まあ、僕が欲しいジョーダン3なんですけども、いやちょっと欲しいですよ本当は。まず1個、2013年 NBA オールスターモデル、ジョーダン3、ジョーカーってことなんですけど、はい、欲しいですね。そしてもう1個、2013年ですね、これ海外限定、クリムゾンなんですよ。これも欲しいですね。黒、ピンクっぽい赤みたいな感じですね。で、ジョーカーは、本当は映画のジョーカーのあの感じですね。この2足はいつか欲しかったですね。沖縄行った時にあったんですよね、ジョーカー。でもサイズがちょっと違うのと、結構高かったな、あれはね。だからね、ちょっと難しかったんですけども、まあね、ちょっといつか、まあ1で飽きてきたら、今1ちょっと一生懸命揃えてるんで、飽きてきたらちょっと3。まあ5は結構持ってるからもういいかな。6も結構持ってるからね。3ですね、次は。ということで、今日はですね、持ってるジョーダン3、一気に紹介しました。そして3足、スクラップ！ってことで、また次回でお会いしましょう。See you! Next game!